次歌う曲はですね、二人で一つっていう曲なんですけど、二人で一つっていう曲なんですよ。危なっかしいよね、ごめんね。もういいか。二人で一つっていう曲なんですけど、今日 CD が、発売になるんですけど、そのタイトルにもなっている曲です。で、ですね、まあ、私の初めてのオリジナル曲も二人で一つで、まあ、いろいろと思い入れが強い曲なんですが、まあね、二人で一つっていうのは、なんだろうな、なんか好きな人とか身近な人に対してなんか、ね、身近にいるからこそ素直になれなかったりとか、まあ、思ってもない言葉をぶつけて喧嘩をしてしまったりとかっていうことがあると思うんですけど、まあ、これは私の経験なんですが、そんな時に、まあ、喧嘩をしてしまったんだけど、まあね、楽しい時間の方が絶対にいいし、喧嘩はしてるんだけど別に気持ちがなくなったわけじゃないし、だから謝ろうと思ってメールを打ってたんですよ。そしたらちょうどその同じタイミングでメールが届いて、で、2人で、あ、違う違う、メールが届いて、ごめんねっていうメールが届いたんですよ。ちょうど私はごめんねって言うと思った時にごめんねっていうメールが届いて、で、その時に、まあ、同じ場所にいないのに同じタイミングで同じ思いでいたことがすごいなと思って、でその時にパッと頭を思い浮かんだのが二人で一つっていう曲で、そういう曲を書きました。なのでですね、まあ、今この曲を聴いて、まあ、喧嘩してるカップルとかがいたら仲直りするきっかけになったりとか、まあ、今よりもっともっと相手のことを大切に思えるきっかけになったりすればいいなと思って二人で一つを歌いたいなと思います。でなので今、まあ、彼氏とか彼女とか奥さんとか旦那さんとかいる人は、まあ、大切な人を頭に思い浮かべて聴いていただきたいなと思います。はい、それでは聴いてください。二人で一つ。どうしたの？
とうございます。